震が起きた午後2時46分、石巻市の小学校に集まった遺族たちが祈りを捧げました。12年前のこの日、地震発生から51分後に大川小学校に津波が押し寄せました。親たちはあの山に全員逃げてと思ってます。あそこのこうありますよね、段差ありますよね、はい、あそこに子供たちをあげて写真撮ったりしてるんですよ。校長先生、その写真もあるんです。あります。裏山に登れば避難できたのに、なぜ長い時間校庭にとどまり、最後には子どもたちを川の近くの高台へ誘導したのか。どうして74人もの児童の命が犠牲になったのか。これが自然災害における宿命だと思っているでしょうか。宿命。残された親たちは真実を知りたいと立ち上がり、市と県を相手に提訴。5年に及ぶ裁判の結果、学校側が児童の命と安全を守る義務を怠ったとして遺族側の勝訴に。何が問題で、こういう74人の子どもたちが勝ち取った裁判と言ってもいいと思います。運動会用の通用も。その戦いの記録は映画化され、全国で上映が始まっています。はい、到達しました。59秒です。学校が子どもの命の最後の場所になってはならない。震災から10年の節目が過ぎ、大川小学校の遺族たちは命の大切さを考える機会にと、去年の3月11日小学校で初めて竹灯籠に明かりを灯しました。この竹見てたら、はい、一人一人なんか子供のなんか思いがあって、すごい優しい感じやな。すごいね、すごいシンプルですごい綺麗。大阪からも一人の男性が参加。犯罪被害者の遺族で、震災当時石巻で炊き出しなど支援活動をしていました。石巻と大阪の食をつなぎ、今も交流は続いています。元気中華ですね。それをこう、注入してもらった形になりましてですね、今大阪すごいもう商売が増えましてですね、本当にありがたいです。復興支援の縁で大川小学校の遺族とつながりました。2月、今年も竹明かりを灯そうと遺族らが中心になり準備を行っていました。この日は地元の竹林から切り出した竹に穴を開けていきます。草刈さんも大阪から駆けつけました。抜く時まで あれしといた方がいいですよ。回しといた方がいい。回したまま抜いた方がいい。ありがとうございます。親方。草刈さんに声をかけた女性、安倍元総理の妻、昭恵さんです。よし。震災後、遺族から大川小学校の現場を見に来てほしいとSNS で声をかけられたことがきっかけで交流が始まりました。遺族が用意してくれた竹。不動心とは元総理が好きだった言葉です。
変な作業。なんかまっすぐまっすぐ行かなくて。いや、これをお手本に。これをお手本にやりますので。ありがとうございます。大川小学校での竹明かり、実は阿部昭恵さんの提案だったのです。光が子どもたちに届けばいいなっていうのが一つ、遺族の方たちの思いってそれぞれ違うと思うんですけど、それがこの滝明かりを通して何かの形で一つになればいいなっていう私の思いです。青くこうなってからお湯入れて、それに醤油入れて柿入れてもいいし、あとはほらタラの菊入れたり。亡くなった子供のお母さんたちが竹灯籠作りのためボランティアで参加してくれた人に郷土料理を振る舞います。おいしいです。こうやって集まることだけでも子供たちは喜んでくれてるかなって。想像以上に嬉しいですね。こんなに集まってくれるっていうのが本当に。ほとんどの地域では東日本大震災から10年を節目にいろんな行事が終わってるような感じでしたけども、なんか我々は11年目から始まったみたいな、ちょっと11年目だからこそできたのかな。当時小学校6年生だった息子を亡くした佐藤和孝さん。亡くなる5日前、マラソン大会の写真です。あの世で元気で、あの世で元気でっていうことないけどね、お父さんを見守ってっていうことを言ってました。そして今年の3月11日、もう12年経ったらみんな今年成人式なんだって、こういうことやることによってやっぱまた思い出すからさ、本人らも辛いんかも分かんないけど、これを、ね、次につないでいくっていうね、それを力に変えていくっていうのはやっぱり皆さんすごいなと思いますわ。たくさんの人の支えがあったからこそ今があると思います。本当にそれには感謝します。今震災後12年と言いますが、もしかすると震災前にもなってるかもしれません。決して風化させない、風化してはいけないこの出来事を語り継ぐことが非常に大切だと思います。日が暮れる頃、竹灯籠に明かりが灯りました。竹は全部で108本。震災当時大川小学校に通っていた児童と同じ数です。不動心の竹の前に写真が添えられました。すごい綺麗だったんで、来年は主人を連れてきますって言ったのが、こんな形になってしまった。でも、きっとどっかで主人と子供たちは出会ってるのかなって思います。ごめんなさい。なんか子供たちもね、綺麗だねって見てるような気がします。あの日を忘れない、灯る明かりにそれぞれの思いをつなぎます。